小瀬さんの鐘。あたり一面山だらけ。どこを見渡しても山ばかり。そんな地方の出身です。小さい頃からお世話になっていたお寺に鐘がありました。ありましたというのには理由がありまして、それは布と縄でぐるぐる巻きにされていたのです。鐘をつく丸太もついていません。なので、ある程度の年頃になって、アニメの一休さんなどを見るようになり、寺の隅の屋根付きの一角にあるべきものは鐘なんだな、ということがわかるようになりますと、そのぐるぐる巻きの中身は鐘なんだろうと感じるようになるというくらいで、誰も中身を見たことはありませんでした。小学生ぐらいの時には親に、なんでぐるぐる巻きなの?と聞いた記憶はあるのですが、両親も由来など詳しいことを知らず、自分たちが子供の頃からぐるぐる巻きであり、ぐるぐる巻きの鐘と呼んでいたとのことです。当然中身も見たことがないということでした。すっかり時が経ち、私は大学進学のため実家を離れました。夏休みに帰省をすると、田舎といえど自分の家の周りにも多少は開発の手が伸びていました。昔自分の部屋であった場所、今は物置となりつつあるのですが、窓際から景色を見ていると、昔とは眺めが変わっており、自分の部屋からあの鐘のお寺を見ることができました。お寺は山の上の方にあるのですが、自分の部屋からは裏の里山が邪魔をしていて、昔は見えなかったことを思い出しました。そうか、虫を捕ったり、あけびを食べたりしたあの山もなくなってしまったか。と、寂しがりつつ、窓からお寺を見ていました。お寺は遠いので、自分の家からだと、親指の爪程度の大きさに見えます。夕飯の時、裏山がなくなって寺が見えるようになったんだね、という話をしました。すると両親からは、自分が大学に入った直後ぐらいにお寺は無人化してしまい、法事と祭りの時だけ別の大きなお寺から僧侶を呼んでいると教えられました。ある夜のことです。一人暮らしに慣れてしまったせいか、自分の部屋だというのに枕が合わないような気がして、なかなか寝つけないでいました。その時、ぐーん。と、低い音が聞こえました。鐘の音?と思い、窓の外に目をやります。満月に近い月の出ている夜でしたが、遠く離れた寺の鐘の様子など、肉眼では見えません。10秒ほど見つめていると、ほんの一瞬だけ人工的な光がちらっと目に入りました。気になって、小学校の時から使っていた勉強机の引き出しを開けます。双眼鏡を取り出し、埃がついたレンズを覗き込むと、倍率は低いのですが、暗がりの中、ぼんやりと動く
人のようなものが見えました。三名ほどの人間が金付き小屋のところで何かしているようです。懐中電灯を持っているようですが、覆いをしているのか、時折周囲を照らすだけで様子がはっきりとは見えません。見たところ、三人がかりで地面に金を下ろしたようです。先ほどの音は地面に金を落とした時の音でしょうか。どうやら三人は金付き小屋から金を出せないでいるようです。この金付き小屋には屋根と屋根を支える四方の柱があるだけで壁はありません。しかし壁の代わりにその四方の柱同士が水平の柱でつながれています。水平の柱は四方すべての方向につけられていますので、それが邪魔をして金付き小屋から金を出せないようでした。当時は金属の盗難が流行する前でしたので、何をしているのかわからず、私はただその光景を見ていました。パジャマで双眼鏡のレンズを拭き、暗闇にも目が慣れてきました。連中は金に巻きつけられた縄に木の棒を通して、二人で棒の前後を持って持ち上げるようです。金付き小屋から出たかというところで金が地面に落ちました。二人が耳を押さえます。私がその光景を見た三秒後ぐらいに、ゴーン。という音が聞こえてきました。鳥が飛び立つ音、犬が吠える声も聞こえます。窓から見える家のいくつかに明かりがつきました。それを見て、また双眼鏡に目を戻すと、連中の姿は消えていました。次の日、母親から、昨日の音を聞いた？と聞かれました。洗いざらいを説明するのが面倒だったので、適当に答え、また部屋に戻ると双眼鏡を覗きました。金付き小屋のところに何人かの人が集まっている様子だったので、何か面白いことはないかと、カブに乗って現場に向かいました。境内には白いワーナンバーのバンが乗り付けられていました。そして金付き小屋の一段高くなったところの下に金が落ちていました。警察の検証は終わったようで、犯人は車を捨てていなくなったとのことです。盗まれたものもなく、近隣の警察と寺、自治体に連絡をしておくとのことでした。その一方で、僧侶の代わりに日頃の運営をしている村の消防団の人たちが、金をどうするかという話をしていました。もう一回かけるか。いやあ、もうこのままにしておいたらどうか。そんな話し合いを遠巻きに見ている人々の中に、A 君のおばあさんがいました。A 君は小学生の頃、一家で村から引っ越していったのですが、おばあさんだけが残っていました。自分はすでに A 君と音信不通でしたが、おばあさんは孫と同い年の自分によくしてくれるので、この年になるまで時々家に遊びに行くという関係が続いています。
おばあちゃん、お久しぶりです。ああ、ゆうくんか。泥棒じゃないかって、嫌な世の中だね。金なんて売れるんですかね。戦後は鉄くず屋が来て、自転車でも買っていったもんなんだけど、鑑定団なんかに出そうとしたのかな。小瀬さんの金だなんて、お金もらっても欲しくないわ。小瀬さんの金？おばあさんから教えてもらったことによると、この辺り一帯では昔、盲目の子供が生まれると、男も女も、小瀬さんにもらわれていったとか。男はまた別のグループに引き渡され、女は小瀬さんとして一生を送ったそうです。小瀬さんというのは、呼ばれた先のお屋敷で、三味線を弾いたり、歌を歌ったりしてお金をもらっていた盲目の女性のことです。この金は遠い昔には普通の金として使われていたものが、いつしか小瀬さんを呼ぶ合図の金として用いられるようになったということでした。その日の夕食、両親との会話の中で小瀬さんの金の話になりました。父親は役場勤務のため、嫌でも耳に入ったようです。私が小瀬さんの金という言葉を口に出すと、両親は、え？という顔になりました。小瀬さんの金？そう、小瀬さんの。誰から聞いたの？ A のおばあちゃんから。本当にあったのか？あれが？ぐるぐる巻きのあれが？ねえ、小さい頃は聞かされてたもんだけど。両親の話によると、小瀬さんの金とは確かに小瀬さんを呼ぶものだった。ただし、金が鳴るのは盲目の子供が生まれた場合に限らない。乾村では、子供を育てるのに厳しい年もあり、口減らしをしなくてはならないこともあった。育てられない子供が出てしまった家では、両親が子供の目をつぶし、金をついたそうだ。小瀬さんの旅は辛くとも、娯楽の少ない時代、行く先々では大切にされたそうだ。そのうち子供の目をつぶすことができなかった両親が金付き小屋に子供を置き、小瀬さんの金をついて連れて行ってもらうのを待つようになった。当然ながらほとんどの子供は凍死する。住職は数えきれないほど多くの子供が冷たくなっているのを見つけ、その服を金付き小屋の柱に巻いて弔ってやった。そのうち、小瀬さんの金の周りで子供の霊を見たとか、遭難した小瀬さんの列が歩いているのが見えるという噂が広まり、風の強い日には両手で耳を塞いでも小瀬さんの金の音が聞こえると言って、発狂するものまで出た。このままでは、ということで、金付き小屋に残されていた子供の服と荒縄で、金をぐるぐる巻きにして、二度と金の音が鳴らないようにしたんだそうだ。うちの両親は、子供の頃、悪いことをした時など、小瀬さんの金鳴らすよ！という言葉と、その金にまつわる話は聞いていたものの、まさか
あの金が本当にそうだとは思っていなかったそうだ。この一件があってから随分経ちますが、改めて思うことがあります。日本から昔のままの御世さんが廃れて久しい。歌や風習を伝える人はいても、本物の御世さんはもういない。日本のどこを探しても、御世さんが歩く列は見られない。しかし、あの夜、御世さんの金を盗もうとした連中は、金を鳴らしてしまった。果たして、御世さんは来たのだろうか。どこから来たとしたら、連中はどこかへ連れて行かれたのだろうか。警察の追跡を恐れて逃げ出しただけなのか。それとも。真っ赤な鳥居。学生時代、友人と一緒にサーフィンへ行った時のこと。私たちが住んでいる地域には、サーフィンができるような波のある海がなく、遠方へ車で行かなければなりませんでした。早朝から海に入れるよう深夜に出発して、学生でお金がなかったので、有料道路を極力使わず、時間をかけていくのが私たちの楽しみ方でした。その日も大阪へ深夜に集合して、友人二人と私の計三人で行くことになっていました。ところが当日になって、友人の分のサーフボードも預かっていた子が行けなくなり、彼女の京都の下宿先まで寄ってから海に向かうことになりました。土地勘のない場所に行くため、カーナビをセットしてから彼女のところへ向かいました。ナビの言う通り向かうと、下宿先まではすんなり到着しました。無事にサーフボードを受け取って、もう一度カーナビをセットし直しました。ボードを積んで、やっと海へ出発です。深夜ということもあって、テンションも上がり、バイトの愚痴や恋バナ、家族のことなど、何気ないことを話しながら、友人の運転で車を走らせていました。しばらくすると、田舎で真っ暗な道の真ん中に大きな鳥居が見えました。友人と、普通の道に突然鳥居が現れるなんて、京都らしいね。でもちょっと怖いね。などと話しながら車で鳥居をくぐりました。するとまた前方に、同じ鳥居が見えました。あれ？同じとこに出てきたね。と友人が言います。ナビの通りに進んで行っていたはずなのですが、どこかで間違えたのでしょうか。もう一度同じ道を通ることになってしまいました。そこで次は、ナビとは別の道を通り、とりあえず広い道路に出ることにしました。違う道に出て、また喋りながら走っていると、友人が突然、ちょっと寒気がするから冷房切ってもいい？と言い始めました。私は寒くはありませんでしたが、冷房を切りました。しばらくすると、車内はすぐに暑くなってきました。真夏なので、冷房をつけないのはなかなか酷です。
友人の顔を見ると汗が流れていました。暑くなってきたね。冷房もっかい入れよっか。と言うと友人は、寒い。と一言。体調でも悪いの？と聞いても、大丈夫。と言います。何か違和感を抱きながらも、そのままにして車はさらに走っていきました。すると、前方にまたあの赤い鳥居が見えました。全く違う道を、それも随分長い距離を走ってきたはずなのに、同じ鳥居が目の前にあるのです。友人は運転席で真っ青な顔になっています。そして、それまで異様なぐらいの熱気に包まれていた車内が、なぜかとても寒くなっていることに気がつきました。冷房は入っていません。鳥肌が立ち、歯がカチカチという音、冷たい空気が車内に充満していきました。一度車を止めて窓を開けると、やっと少しずつ元の空気に戻っていきました。私たちは怖くなり、次は鳥居をくぐらず、車をバックさせて、適当なところで U ターンしました。その後は鳥居が出てくることはなく、車内の温度も変わることはありませんでした。しかし、なんとなく嫌な空気を背負ったまま海に行くことになってしまい、私たちは気分が上がりませんでした。そして、サーフィンをしようと海に入ると、普段はそんなことは起こらないのに、リーシュコードが外れてしまった人のボードが直撃したり、時期ではないのにクラゲに刺されたりと、小さな不運がたくさん起こりました。極めつけは帰り道。運転を交代しながら帰っていましたが、私が助手席でうとうとしていると、明らかに車が反対車線に寄っていっている感覚がしました。まさか友人が居眠り運転をしているのかと思い、慌てて運転席の友人を起こそうとすると、なんと目を見開いているのです。ぼーっと、どこか一点をじっと見つめながらハンドルを握る様子は普通ではありませんでした。幸いにも名前を呼びながら肩を叩くとすぐに意識が戻ってきて事故に遭うことはありませんでした。後から聞くと友人にはその数分間の記憶が全くないとのことでした。それ以来、京都を経由してサーフィンに行くことはなく、鳥居のそばにも行っていません。あの鳥居は何だったのか、あの日私たちに起こった数々の不運は鳥居と関係しているのか。断定はできませんが、思い出すと今でも怖くて仕方ありません。怖いものを見る方法。場所は伏せるけど、知っている人はすぐにわかる有名な事件です。俺の住む村は本当に田舎で、コンビニも車で30分ぐらいかけないといけないぐらいなんだ。学校も片道1時間半はかかる。そんなもんで家にいてもすることがない。せっかくの夏休み、
近所の友達 A と遊んでも特にすることはなく、近くの大きな神社に遊びに行った。ここの神社にはおじさんが二人いて、一人は不愛想な B さんで、一人はよく喋る C さんがいた。遊びに行く目的も神社だから怖い話の一つでもあるだろうと、浅はかな考えで言ったんだ。で、掃除をしている B さんを捕まえて怖い話を聞いた。だけど、どれもこれもネットにあるような話ばかりでつまらない。全然怖くないと文句を言うと、C さんがやってきて、そんなに怖いの好きなの？と真顔で聞かれた。A と二人でうなずくと、じゃあ怖いものが見れる方法を教えてあげようか、と言われた。子供だったし、本当にするとは思っていなかったんだろう。C さんの教えてくれたやり方は、とても簡単だった。まず、部屋を本当に真っ暗にして、自分の顔や、できれば全身が映るくらいの大きな鏡を用意する。それで、自分の1メートル前に、仏壇にあるようなろうそくに火をつけて置く。自分の後ろにもろうそくに火をつけて置く。携帯やパソコンの画面でもいいので、1、2分で明かりが消えるようにセットする。電気が消えるときも鏡を見続けて、電気が消えた後もろうそくの明かりだけで、鏡を2分とか我慢できるまで見続けてから寝るというものだった。僕らはこんなことで？と思いながらもドキドキしながら早速家に帰ってやってみた。やってみるとわかるけど、ろうそくの明かりは思ったよりも明るく、前後のろうそくにゆらゆら映し出される影が不気味だった。パソコンをつけて画面が自動的に暗くなるのを待った。画面が消えるまで鏡とにらめっこ。相当辛い。1分がえらく長い時間に思えた。自分の顔が変な顔に見えたのだが、何より揺らめく影が怖い。気のせいか、影が増えているような気にもなってくる。その時、突然、パソコンの画面が消えた。いっ、と情けない声を出し、パソコンの方を見てしまった。その時、動いたせいかどうかはわからないが、目の前のろうそくが消えて、もうパニックになった。影がくねくねと踊り、すぐに電気をつけて中断した。A になんて言うべきか、A は最後までできたのだろうか。その日はなんだか怖い夢を見たような気がするが、特に覚えておらず、翌日 A の家に行った。呼べども出てこず、A の家が何やら慌ただしい。おばちゃんに話を聞くと、昨日の夜中、仏間で叫び声がして、見に行くと A が倒れていたらしい。慌てて起こしても、笑ってるんだ。鈴の音がする。怖い。と言って、何かに怯えている様子だった。その時は寝かせたらしいのだが、昼間起こしに行ったら、座ったまま布団にくるまって部屋から出ないので、今から病院に行くところだと言われた。僕はすぐに神社に行かなきゃ、
とおばちゃんに言って、事情を説明し、みんなで神社に向かった。A のお母さんとおじいちゃんはカンカンで、そんなまじないみたいなことを教えるなと C さんを責めたのだが、当の C さんは真っ青で、すぐお祓いしますと言って、片っ端から電話をかけ出した。30分ほど待たされ、衣装を着た B さんと C さんの他にも、6人ぐらい知らない大人がいて、お祓いを受けることになった。祝詞を読み始めた時、シャン、シャン、シャン、と鈴の音が聞こえた。途端に大きくなる声。また、シャン、シャン、シャン、と聞こえた。鈴のついたものには誰も触ってない。シャン、シャン、バタン。その時、祝詞を読んでいた神主さんが倒れた。一度パニックになった。もうダメだ！Cさんがそう叫んだ。で、警察は来るわで、どうなったのかわからないんだけど、その日の夜、A は亡くなった。B さんも C さんも、移動だかなんだかで、その神社からいなくなったから、どうなったのかわからない。結局、A が何を見たのかわからず、事件は終わった。十数年経って、A の母親から聞いたこと。本当かどうかはわからないが、あの神社には何かが封じられていて、その神様かなんだかが鏡を使ったあの方法で神社の外に出てしまったんだろう。A は人見悟空になったんだろう、ということだった。鏡が我を持つと我が身になる。あの時のことを思い出すと、一つ連鎖的に思い出すんです。本当に一瞬だったんですが、鏡に映る驚いた顔って、歪むと笑顔に見えますよね。まるで悪魔の微笑みみたいに。破られた封印。ずいぶん前、他のオカルトサイトに書かれていた話があった。話の内容は、祠から出てきた何か気持ち悪いものに追いかけられた、というもの。近所の私としては、その内容で、ああ、あそこだ。とすぐにわかるような書き込みだった。なので、その書き込みがあった翌日、通り道なので見てみることにした。その祠、知る限りはいつも鍵がかかっていて、開いているはずがないものだった。正直、作り話だと思って行ってみた。そしたら、その祠にかかっていた南京錠が壊れて、地面に落ちていて、扉も開いていた。うわぁ、ここまで手の込んだことして。と思って突っ立っていたら、近所のおじいさんが近づいてきて、壊したのはあんたか？と聞いてくる。素手じゃ無理ですよ、と言うとおじいさんは、だろうなぁ、まずいなぁ、と言った。ここ何なんですか？と聞いてみると、昔物の毛を封じて、
その後は開けたことがない。と、扉の中を見せてくれた。南京錠がかかった観音開きの扉の中に、もう一つ観音開きの扉があって、そこにはお札が貼られている。いや、正確には貼られていた、と言った方がいいかもしれない。なぜなら、お札は無残に破れ、扉も開いていたからだ。まったく、いたずらにしてもひどいな。まあでも、もうここには戻ってこないだろう。と、おじいさんが言った。どうしてですか？と聞くと、さも当然のように、封印されていた場所にわざわざ帰るか？ま、開けた奴についてったんだろうな。もうこれは無意味だな。と言っていた。今でもその祠はあるが、開けっぱなしの状態になっている。万一、中のものが帰ってきた時のために開けてあるらしい。その土地の所有者すら今は不明なので、これ以上の詳細はわからないが、なんとも気持ち悪い。浮かんでいる鳥。俺が体験した話。少し前、仕事が休みだった日、原付でうちの裏山を走っていた。そしたら、空にぽっかりと赤い鳥居が二つ並んだ状態で浮いていた。赤い鳥居が浮いてるというよりも、空中にぼやけているという感じ。道なりにその鳥居があったので、走り抜けた。だから、ちょうどその鳥居を二つともくぐった感じになった。家に帰ってその日は普通に過ごした。問題は次の日からで、高熱が出て、薬を飲んでも病院に行っても熱が下がらない。母親が、何か最近変わったことはなかったかと聞いてきて、息も絶え絶えで鳥居のことを話した。そしたら母親が血相を変えて、A さんに連絡しないと、と電話をかけ始めた。A さんというのは、うちの地方では有名なユタさんのことだ。ユタというのは、占い師やまじない師みたいなもの。ほどなくして、ユタの A さんがやってきて、俺を見るなり、ああ、これは相当やられてるね、と言ってきたんだ。何にやられているのか、何をやられているのか、全く聞けなかった。体が動かなくて、声も出なかったのだ。それなのに、家の仏壇の前に寝かされて、A さんが持ってきたお酒やお米やらを仏壇に並べ始めた。A さんに、鳥居を二つくぐったんだね、と聞かれたので、小さくうなずいた。あんたの先祖に守ってもらうように今から頼むけど、それができなかったら、あんたは悪いけど、ここで命が切れてしまうよ。と、物騒なことを言うのだ。A さんは、何やら呪文みたいな言葉を唱え始めたが、俺が聞き取れたのは、マジムン、グソウ、ニライの三つだけで、呪文みたいなものが書かれた紙で、体を叩かれた。しばらくすると A さんが、
どうにか切り抜けた。あんたよかったね。毎年墓参りにちゃんと行ってて。と言ってきた。俺はなんとなくなんだけど、墓参りだけは親と一緒に行くのを欠かさなかった。それが幸いしていたらしい。そして A さんは、次に鳥居を見たらすぐに離れること、絶対くぐってはいけない、と言い残して去っていった。次の日、嘘みたいに熱が下がっていた。母親にどういうことか聞いてみると、世の中知らない方がいいこともある、と最初は取り合ってくれなかったが、しつこく聞いてみると、どうやら俺の家系に関係していること、鳥居をくぐったら8割の確率で命を落とすこと、鳥居の数はその人が生きた年数に応じて違うこと、雨の日は鳥居は出ないこと、などを教えてくれた。これが今まで平和に暮らしてきた俺の唯一のシャレにならなかった話。池上本門寺の裏。それは今から数十年前、まだ首都高が開通してなかった時代のお話。ある日、道場でタクシーに乗った先輩の実話。未だ梅雨が明けきらない7月の初め、午前3時過ぎ、タクシー運転手のその先輩は、そろそろ帰るかと第一京浜を五反田から横浜方面に流していたそうだ。池上近辺に差し掛かると、白いコートを着た女性がすっと手を挙げた。脇に車を止めてドアを開け、どうぞ、どちらまで？と聞くと、その女性は、横浜外国人墓地まで、と細い声で言ったそうだ。当時、あの辺りから横浜は売り上げ的に美味しかったそうだ。その先輩は、おお、これで今日は上がりだな、と考えながら車を走らせた。よく降る雨ですね、と愛想話を話しかけても、女性からの返事はない。ちらっとミラーを見ると、白いコートが見えている。変な客だな。寝てるのかな。まあいいか。と、ひたすら目的地に向かって走ったそうだ。そろそろ目的地も近くなり、お客さんどのあたりですか？と声をかけたが返事がない。不審に思い車を路肩に寄せて後ろを振り返ると、座席の上には風呂敷包みと白いコートだけがあった。うわ、幽霊だ。と青い顔をして、営業所へ一目散に逃げるように帰ったそうだ。怯えるその先輩にタクシー仲間たちは、どうしたんだい？幽霊でも乗せたか？乗せてしまった。と先輩はドアを開けてその状況を説明した。営業所に逃げるように帰った先輩は顔面真っ青。後部ドアを開けて仲間たちと恐る恐る荷物を見た。
唐草模様の風呂敷包みと、びっしょり雨に濡れた白いコート。覗き込んでいた同僚が一言。乗せたのって、池上本門寺の裏か？あそこ出るんだよな。輪をかけたようにみんなが騒ぎ始めていた。そこに一本の電話が入った。事務所にいた当直の人がその先輩を怒鳴るように呼んだそうだ。おい、お前、池上の裏でお客さん乗せたろ。それが幽霊だったんですよ。バカ、お前横浜と聞いて喜んで走ってったそうだが、お客さんもう一つ荷物があるから待ってって言ったらしいぞ。そしたら荷物とコートを乗せて行ってしまったって今電話が来たぞ。そうなんです。先輩はお客さんの言葉が耳に入ってなくて、お客さんを忘れてそのまま行ってしまったという話でした。身代わりの抵抗。姉の体験談。近所の神社が祭りのため臨時で巫女のバイトを募集していた。姉はそれに応募して見事採用された。主な仕事は祭りの時期の接客であったが、祭りの後も土日だけ働けるようになった。ある日、姉が境内の掃除をしていると、一人のサラリーマン風の男が声をかけてきた。どうやら神主と話がしたいらしい。セールスマンかな、と思ったが、とりあえず神主を呼び出した。神主は、境内で立っている彼を一目見て、血相を変えて近づいてきた。神主が彼に一言耳打ちをすると、彼は肩をガクッと落として涙を浮かべた。男と神主は姉も入ったことのない部屋に二人で入っていった。数分後、神主がのそっと顔を出して、姉に日本酒を持ってきてくれ、と言った。それから小一時間経ったであろうか、彼と神主が部屋から出てきた。彼は神主に何度も何度もお礼を言っていた。彼はお金をむき出しのまま10万円ほど出して、気持ちです、と神主に押し付けて帰っていった。神主はその10万円から数枚のお札を姉に渡して、日本酒が足りないから10本ほど頼んでくれと姉に言った。姉は神主の言う通り日本酒を頼んだ。日本酒が届いた後、神主は先ほどの部屋にいた。神主は部屋の前に置いておいてくれ、そして今日はもう帰っていいと言った。次の週、姉は神主に、先週あの後何があったのか聞いてみた。要約すると次の通り。あの男の人は死神と出会ってしまったようで、近いうちに命を取ると宣告された。それからずっと死神がまとわりついていた。彼はいくつかの寺や神社を訪れたが、彼の死神が見える人間はいなかった。
お祓いをしてもらっても、まるで効果がなく、死神は消えない。そもそも、彼が言い出すまで、彼が死神に疲れていると気づいた人はいなかった。しかし、神主は見えたのだという。ある程度力があれば、ここまで明らかな神は見えて当然らしいが、最近は力がないのに、寺や神社を継いでいる者も多いのだそうだ。そんなわけで彼は、見える神主に除霊、というか死神払いを頼んだそうだ。だが、神主も見る力があると言っても、神を払えるほどの力はない。だから、彼に聖酒をかけ、死神が少しだけ彼から離れた隙に、身代わりにつかせたらしい。しかし、所詮は身代わり。力を抑え続けないと、大変なことになる可能性もある。そこで、聖酒と身代わりを大量に用意して、当面はこれで力を分散させ、対処法を練らなければならない、とのことだった。姉はその時は、怖がらせるつもりかな、程度にしか考えていなかった。だがその後すぐ、その話が、本当のことであったと悟るようになる。ある平日の夕方、神主の奥さんから電話がかかってきた。神主が亡くなった。通夜も含めてこれからのことを相談したいので、来てほしいとのことだった。姉はなんだか、嫌な予感がしたという。すぐに神主の家に向かって、奥さんに何が原因で亡くなったのかなどをやんわり聞いてみると、死因は不明だそうだ。ただ、いくつもの酒に濡れた紙人形と、数匹のネズミなどの小動物と一緒に、あの部屋で亡くなっていたそうだ。その後、姉はその神社でのバイトを辞めた。その事件から約半年、奥さんが神主の亡くなった部屋で首を吊ったという話を風の噂で聞いたらしい。姉は確信した。死神はまだあの神社のどこかにいるのではないか。あの日やってきた男の人は大丈夫なのか。そして、あそこで部屋の外とはいえ近くにいた自分は、死神に狙われているのではないか。話の最後に姉は、それ以来、いつもこのお守りを肌身離さず持っているの、と、三つの身代わりのお守りを見せてくれた。